もご覧になったと思いますが、はい、あのトリノのエキシビション、はい、生のバイオリンに乗せてね。そうですね、プルシェンコ選手最初見た時は僕もう度肝抜かされましたね。本田さん、今回はジャンプもトリプルアクセルもそれから全て3回転も入れると、はい、真剣モードでした。そうですね、やはり日本の選手があれだけの演技をした後に滑るということで、やっぱりいいものを見せたいと。陽気なプルシェンコはエキシビションでは助走やそれから被り物などすることも多いんですが、今日はもう真剣モードです。八木沼さん、相手に見つめられたらもう女性としてはキュンとなっちゃいますね。そうですね、彼は本当に楽しませることもそうなんですけれども、はい、目線の配り方ですとか、どうやったら観客と一体になれるかということを考えるのがすごくうまい選手の一人ですね。そしてなんといってもこの速い、もう倍速再生しているかのようなステップワーク。ストレートラインステップ、徳野さん、ショーマンですね。いや本当ですね、お客さんの心掴んでますよね。This is Emperor, エフゲニー・プルシェンコ。長野のファンのハートをグッとわしづかみ。本田さん、あのトリノの興奮がちょっと本当によみがえりましたね。そうですね、やはりこのスケートがチャンピオンの滑りなんだなと、はい、あのトリノオリンピックの時の圧勝、本当にもうこの人しかチャンピオンはいないんだという滑りがまた見れたかなと、本当に嬉しく思います。プルシェンコ、素晴らしい演技でした。さあこの後、荒川静香選手、今年の初滑りです。